名前をつけてちょうだい。名前何がいいかね、お前ね。さあ、最後の曲ですよ。さあ、お姉さんは、タオルお姉ちゃんは同じ動きをどんな感じで仲間とか仲間とかするよ。せーの、ため息の出るようなあなたの口づけに甘い恋を夢見る求め心よ。もう一回。金色に輝く熱い砂の上で裸で恋をしよう、人形のように。はい、日に焼けた頬寄せてささやいた約束は二人だけの秘めよのため息が出ちゃう。あと色喜びに笑い色の月日よ、初めてあなたを焼けた頬寄せてささやいた約束は二人だけの秘め事、ため息が出ちゃう。あ、恋の喜びに笑い色の月日よ、私はこのタバコ屋の店主の大和千代子。今日はみんなに夕日の丘に伝わるとっておきのお話をするわね。昔からこの町には神秘の森と呼ばれる森があってね、その深い深い森の奥に訪れた人の願いを叶えるという光り輝く木があると言われているの。あれは私が9つの頃、3歳になる妹が熱を出して何日も寝込んでしまってね、ついにはお医者さんから今夜が遠目だろうと言われてしまったのよ。その時、みんなの木の顔を思い出して、
ちに案内されて森の奥へ進むと、そこに光り輝く願いの木があったんだよ。願いの木にお願いをした次の日、妹の熱は嘘みたいに下がってね、それからずっと元気で幸せに暮らしている。メリークリスマス。メリークリスマス。